はいどうも、プロボウラーのイソピーです。今日は投球動画の方をお送りしたいと思います。今日投げるボールはこちらですね。フェイズスター、R2S パールですね。ちょっと走り系の、表面素材となってます。で、実はね、もうこのフェイズスター1回投げたんですけど、印象としては、この R2S パールの中では、僕の持ってる中では一番走るんじゃないかなという印象がありますね。で、前回も、ちょっと動画撮ったんですけど、でこの後もちょっと投げて、2パターンのコンディションで、投げた動画をちょっとお送りしようかなと思ってます。で、この R2S パールっていう球、他にもいっぱいあるんで、またそういう比較投球とかもね、また上げていきたいと思います。投げてるコンディション、前回は38フィートで、オイルの量はそこそこ入ってるコンディションで投げて、今日は多分42だったと思います。で、投げてみた感じ、走るんですけど、先も動くんですけど、おとなしい感じはしますね。だから非常にどっちかというと使いやすい、走り系の使いやすい球というような感じです。手前のスキット感がね、すごい気持ちいいんで、スピード遅めの方とか、ミディアムドライとか、ちょっと下の球を探している方なんかには、すごいいいんじゃないかなと思います。それでは、動画の方ご覧ください。どうぞ。